CBNT をご覧の皆様こんにちは。今回は第29回ジャパンオープン男子テンボール決勝、土方隼人対栗林徹の一戦をお送りいたします。本日解説ゲストには内垣健一プロにお越しいただいております。内垣プロよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、年に一度のジャパンオープンのファイナル、今回はですね、土方栗林という JBBA 勢同士というか、そうですね、はい、来ましたね。ベスト4が JBBA が独占と、いや、ベスト4どころかベスト8もね、JBBA が、独占してたっていう、はい、いや、これはあの聞くところによりますと、もう20数年ぶりの ジャパンオープンでは、はい、快挙、うん、はい、ということなんですけど、まあ快挙というよりも何て言うんでしょうか、実力が、そうですね、やっぱり上がってきてると見て、はい、あの構わないと思いますよ、はい。やっぱりここ本当に 4,5 年で JPBA のこのプロたちのテンボールのブレイクなんか相当にレベルアップしてますからね、はい、はい。ということでこの始まりました一戦なんですけれども、フォーマットは、テンボール、あのこれは勝者ブレイクの、9ゲーム選手、はい、はい、なっています。これはまあ長くもなく短くもなくということですかね。そうですけど、その前のやっぱりゲームを、はい、やっぱり栗林プロのゲーム、土方プロのゲーム、見ててもやっぱりもう行き出しちゃったらね、9セットっていうのはちょっと早いですからね、はい、なのでどっちが先に行くかっていう、その序盤をどっちが取るか、はい、先行で行くかっていうのがすごく大事になるんじゃないかなと。なるほど、はい、はい、ということでですね、あの土方プロのブレイクで始まりましたが、ここはそうですね、はい、1番が出たんでチャンスですね。ちょっと足らなかったか、もうちょっと引きたかったでしょうね、はい。やっぱりサララ車で走るっていうことを考えちゃうと、はい、少し加減が、お、加減のね、またミスにもつながるんで、微妙に今ちょっと出し切れなかったところあると思いますね、はい。でも大丈夫なんじゃないでしょうか。まあ、なかなかあんまつきづらいところでもありますし、距離も、まあ、結構あるところですけれども、まあ、それは栗林プロレベルだと、ちょっと外れましたね、はい。いや、僕にはちょっとあの球は結構難しい球です、はい、レール際の球で、はい、ちょっと逆もひねんなきゃいけないんで、はい、やっぱりね、微妙に外れましたね、はい、はい。さあ、ということでここで、土方プロにターンが回ってきましたけれども、そうですね、これ押しだけで出てくるような球なんで、もうここはかなりの率で決めてくるんじゃないでしょうか。9番当たっても隠れなければいいっていう状態なんで、はい、はい、だ割とこうあの入れに専念できる、そうですね、はい、遠くてもこのあんまりひねらないで押しだけっていう球が残っちゃうと、はい、特に今この今土方プロやっぱり入れが硬いですからね、はい、外してはくれないと思います。こういう展開を逃さないですからね、また、はい、はい、勝ち上がりもね、あの土方プロ今回はベスト16から、そうですね、本当に勢いもあるというか、竹中プロ、はい、リニングプロ、そして大井、はい、プロ、はい、大井プロの時やっぱり相当調子が良かったようですよね。そうですね、はい、さあ割と時間を取って、ですね、ちょっと臨みました、はい、決めてきました、うん、いい感じじゃないですかね、はい。やっぱりそのサラのラ車で走るんで、はい、この3番なんかも結構その力加減して止めるのが難しい球になってくると思います、はい、はい、そうですね、だいぶ薄い感じになってます、ね、そうですね。あ、それでもコントロールをして、はい、ここら辺からがまたちょっとこう走ってきますからね、はい、なるほど、はいはい、この最後の転がり具合が、そうです、そうです、はい、はい。普通のやっぱり台だとね、もうちょっと手前で止まるでしょうけどね、うん、はい、あと玉越しになりましたが、はい、はい、ほんのちょっとひねって2クッションかな、おー、1クッションで、はい、あー、ちょっと
今危ないって言ってましたけど、はいはい、出たのかな、はい、うん、まあ、出てればぴったりですよね多分ね、はい、ギリギリですけれども出てるですね、はい、これやっぱり、ファーストラック、うん、なかなか緊張するもんですかね、やっぱりそうでしょうね、はい、はい、これ少し、うん、加減が合ってないんですけれど落ち着いてやっぱり繋いでいきますからね、はいはい、これも決して優しい球ではないですないと思うんですけれども、これ多分順ひねりで入れるのはものすごい得意としていると思いますよ、はいはい、この順下でねつく感じが、ただこのやっぱりネキストが、はい、うん、綺麗には出る球ではないんですが、はい、これもまた8番入れれば9番サイドかな、取れそうだ、取れるように見えますけどね、はい、はい、やっぱりでも土方やっぱ自信を持ってこう遠くてもそうですね、つってますね、しっかりと、はい、最初僕当てて止めるのかなと思いましたけど、はい、もうちょっと引きで、はい、一回ワンクッション入れて綺麗に出してきましたね、うん、はい、ナイスショットですよ、これは今のはナイスショットですね、はいはい、そうなればね、はい、ちゃんとポジションはできるんですけど引っ張りすぎちゃってテーブル上の方にまで引きすぎちゃうっていうパターンもあるんで、こういう感じでね、はい、あ、なるほど、はい、遠くなってしまって、はい、はい、ここは、入れつないだという形でも、そうですね、はい、もうフルセットとなんだろうな、大事さが変わんないんじゃないかなって僕は思ってます、その、ね、最初のこの序盤の 1,2、はい、セットっていうのも、はいはい、そして、静かとこのブレイクですけれども、またちょっと、1番取り出しの1番が、隠れてしまってるようですね、ちょっと手玉が何かの球に当たって下の方に落ちてきて、はい、はい、4番が少し隠してるようですね、